僕はよく嘘をつきます。今日もつきました。バイト先の店長に、今日ちょっと残業できると言われました。僕は、いや、できないですよ、今日は。はい、もう毎週金はできないです。と言いました。あ、なんか用事でもあるのと言われて僕は、こう答えました。 はい。毎週金曜日は、ラジオの生放送があります。と。果たして、これは生放送なのでしょうかさあ行きましょう大野高弘のオーナーナイトニッポンテンステレンス、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 テステレン

えぇ、ー、すごいね、なんて言われました。<laughs> えー、あのー、果たしてこれすごいのでしょうか。ね。えー、よくわかりません。これがすごいのか、よくわかりませんが。まあ、とりあえずね、ラジオの生放送があると言ってしまいました。ね、えー、でもね、俺これね、ちょっと言わせていただきたいんだけど、え、う、ー、ん、いや、俺はそのつもりでいるんだよ。うん。 あの、え頭おかしいんじゃないですか大野さん。どうしたんですかみたいなこと言われるかもしんないけども。いや、これはね、あのー、なんて言うんだろう。俺はそう思ってんの、本当に。ラジオの生放送だって。うん。あのー、まあね、よく YouTube のね、えー、まあ前に走行してるんですけど、YouTube はね、あのー、まあ前日に撮ったりするのがほとんどですよ。うん。その日に撮るっていうのはあんまりないですよ。うん。でもね、大野内藤一本違うんですよ。やっぱり、金曜にやらないとダメなんですよ。 本当に金曜にやらないとオールナイトニッポンはだめなの。そういうね、あの僕の信念があるの、ね。だからね、これはね、もう僕は、えー、なんて言うんでしょう、肯定したいですよ、この事実はね、嘘じゃないんだっていう。俺はラジオの生放送だと思ってやってんだよっていうね。 うん、うん、まあ、あの、まあ、若干、まあ、嘘なら、嘘なら嘘なんですけども。え、でもね、あのー、やっぱこのオンライトと日本は僕の唯一のレギュラー番組だと思ってますんでね。うん。あの、芸人で6年目で初めて手にした、手にした、あね、ちょっと、感、うん、じちゃったけども、うん。初めて手にしたレギュラー番組ですから、ね。えー、まあ、長く続けていきたいです。うん、まあ、僕次第なんですけども。うん、えー、まあね、あのー、まあ、嘘ついちゃったっていうことで。 あまあまあそれにちょっとねあの関連、まあ、してるかなうん、えー、まあ、えー、これに触れなくちゃいけないでしょやっぱり僕は、うん、そうですベッキーさんですはいこれ触れなくちゃいけないでしょう、えー、今日復帰するとね、えー、言われてます今日ですね、えー、まあねちょっと僕も是非見たいと思うんですけども、えー、やっぱりね何て言うんでしょう えーまあ嘘をついちゃったのはね、うんまあ、あの会見で嘘をついちゃったのは間違いない、うんえーまあ、でもねやっぱり僕は高校の後輩としてね、えー、ベッキーをね、うん、かいやベッキーさんだろ何言ってんだ何や,何やってんだ大ノ何やってんだ大ノ,オーノ何やってんだベッキーさんだろふざけんじゃない高校の後輩だっつったろ何言ってんだということでね、えーまあ、高校の後輩なんだねこれにやっぱ触れずにはいられないでしょうね だって僕、なんか言いましたよね、確か。このオーナイトニッポンの1月かな ?1 月のオーナイトニッポンで俺言っちゃったんですよ。ベッキー大爆死って。ええー。言っちゃったんです。ベッキーお大爆死みたいなこと言っちゃったんですよ。えー、えー、まあ確かに大爆死したんですけども、ほぼ。うん、えー。まあでもね、やっぱりね、なんて言うんだろう。うん。まあちょっとね、感情。 僕はちょっとねえー、まあや若干の情が入ってしまうんですけども、えー、やっぱりね温かく迎え入れましょうよまあ何言ってんだって話ですよ再下層芸人が関係ないだろうまあ芸能界にいるようでいないだろうって話なんですけども温、えー、かく迎え入れましょうよどうです皆さんどうですかねえ やっぱミスっちゃったのは間違いない。ミスっちゃったし、間違っちゃったし、うん、ダメなんですけども。えー、まあね。なんて言うんでしょう。やっぱり、一回ミスをしたら、もう二度と戻れない世の中って怖いですよ。うん。僕本当そう思います。えー、まあね、確実に、えー、悪いのは、まあ、ベッキーさんなんですよ。うん。間違いなくベッキーさんが悪いんですけども、 えー、こう、なんて言うんでしょうね。うん。セカンドチャンスっていう言葉ありますよね。一回失敗した。一回ダメだった。えそういう人にもう一回チャンスを与えよう。ね、え僕はね、そういう世の中であってほしいと思ってます。うん。やっぱり、寂しいよ。俺は寂しい。うん。やっぱり、 チャンスは与えてほしいんだ、うん、お願い俺からのお願いなんだ ま,まあね、あの、まあね <laughs>、あの、まずお前何言ってんだっていうことが一つと、えー、まずこのね、オーナイトニッポン聞いてる人があんまいないから、え、そんな影響力がないっていうね、うん。えー、まあ、<laughs> えー、多少のね、うん、あの、本当、えー、意味わかんない感じになっちゃいましたが、ね、えー、まず僕が言ったところで何もならない、えー、そして僕が言ったところで聞いてる人も何も思わないということでね、え、あのー、まあ、この問題はね、あの、本当えー、ここでね、喋ってもねあの、何も取り上げられないし、 何にも影響しないんでね。もう好き勝手喋ります。うん。えー、よし、えー、ベッキー、うん。えー、頑張れ。よし、頑張れ。いや違うだが、ベッキーじゃねえ。ベッキーさんだろ。何言ってんだお前は。誰ふざけんじゃない。ベッキーさんだろ。何言ってんだ高校の後輩だろ、お前は。ねえ。えーね、まあ今日の、えー、金スマ、ね、えー、楽しみにしてみたいと思います。えー、ということでね、ここで曲いきましょう。 ジングルパンクでロードトゥーもスクワット。 はい、えー、聞いていただきました「ジングルパンク」で「ロード・トゥ・モスクワ」ねあれこれなんだ聞いたことあんななんて思ってる人は、えー、間違いなく、えー、ちゃんと YouTube を見てる方ですねうんあれこれ聞いたことあるよなんか「ダンレッツダンタラランタラララランダラ,ラランンンララれこれはねそうです えー、王の放送協会の方で、えー、使っている BGM ですね。え、ね、えー、まあ、これ間違いなくね、みんな聞いたことある。まあ、本当聞いたことないってやつはもうふざけんな、お前は。ふざけんな、本当に。聞いたことあるっていうやつだ。であれ。はい。えー、ということでね、えー、もう早速エンディング行きましょう。ありがたい、ね。ありがたっていうか、なんだよ、10分って早いわ、めちゃめちゃってね、あのー、思うかもしんないんですけども。 まあ、あのー、なんでしょうね、この謎の決まり、謎の縛り。うん。なんなの、この謎の縛り。ね毎週金曜日、絶対毎週金曜日だし、毎回10分だし、10分をめどにちゃんと守ってるしさ。何この感じ。本 <laughs> 当<んと>に <laughs> え。えなんでなんでこんな縛られ、なんなんだろうね。謎の縛りありますよね、本当うん。あのー、まあ。 なんて言ううでしょうね、まあ、俺の好き勝手にできるはずなのに謎の縛り、ねえー、非常によく分かんないです、えー、まあね、えー、今日はもうぜひ、ね、皆さん、えー、ベッキーの復帰楽しみに見ましょう、ね、そしてこれは違うよこれ間違ってると思ったらああもう電話入れてやりましょうよああふざけんなまだお前早いよなんて、ね、もう素直に行動しましょう。うん えー、まあでもね、えー、僕はちゃんと見て、えー、見届けて、うんえー、ぜひね、まあ、応援、応援はしねえかな。<laughs> 別に応援はしねえかな。うん、まあ、今まで通りだな。そんな別に高校の後輩だからって、接点ねえし。<laughs> うん、あの一時期ね、ベッキーの後輩っていう枠で出ようと思ったことありましたよ。うん、でもあの人がもう今、失脚したからもう意味,意味もなくなったしね まあでも頑張れベッキー応援してるぜ頑張れよし行けということで10分をめどにお送りしてきました毎週金曜オーナナイトニッポンこれにて終了ですでは最後に一言夢で会いましょうバディー